ラモイル軍はアメリカ合衆国バーモント州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は24,475人であり、2000年の23,233人から5.3%増加した。軍庁所在地はハイドパーク町であり、同軍で人口最大の町はモリスタウン町である。ラモイル軍となった地域は、 氷河時代には厚さ1マイルの氷に覆われていた。それが部分的に溶けた時にストーコができた。氷が完全に溶けると湖の水はラモイル川バレーを通って流れ出た。2008年バーモント州は軍内のベルビレア、イーデン、ハイドパーク、ジョンソン、ウォータービルの町、および隣接するオーリンズ軍とフランクリン軍の八つの町に 1995年から2006年まで行った健康度調査の結果としてベルビデア山にあったアスベスト鉱山から半径10マイル以内の住人は通常よりも高い石綿廃床にかかっていたと発表した州政府と連邦政府はこの問題の検討を続けている2009年4月バーモント州健康省はアスベスト鉱山に関わる死者はすべて職業的な バクロが原因だったことが分かったと公表した。この報告書では、鉱山の近くに住む住人は、州内他地域の住人よりもアスベストが原因の病気リスクが高くないとも結論づけている。2008年、ラモイル軍は、州議会で異常に高い権限を持っていた。会議長にモリスビル出身のシャップ・スミス、会員多数党員内総務にフロイド・ニーズ、上院議員で、 ハイドパーク出身のスーザン・バートレットが予算委員会議長、リチャード・ウェストマンは会員交通委員会の議長で唯一、共和党員といった塩梅だった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は464平方マイルで、あり、このうち陸地461平方マイル、水域は3平方マイルで、水域率は0.60%である。 ハイドパークと書館以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ジョンソン州立カレッジは、ジョンソンの町にある州立カレッジシステムに属するカレッジである。1828年にジョンソンアカデミーとして設立された。州立カレッジシステムの中では古いカレッジである。ありがとうございます。